はい、本日ですね、本革のボディバッグを製作しましたので、そちらのご紹介をしていきたいなというふうに思います。ということでね、ボディバッグ作ったんですが、なんでお前こんなもんボディバッグ作ったんって話になってくるとですね、実は僕の大好きなボディバッグというとですね、そう、マカ2、マンティス2というアークテリクスが出してるね、ボディバッグあるんですわ。それめちゃくちゃ使い勝手ですやんと、もうそればっかり使ってますっていうことやったんですけど、もうずっとそればっかり使ってたら、もう普通にチャリンコ乗るときとか、もうどっか出かけるとき、コンビニ行くときとか、とお出かけするときとか全部使ってたんですけど、あれちょっと待てよと、なんかちょっとこじゃれた格好したときにどうもなんかちぐはぐなスタイルになるなということで、ちょっとレザーとかね、おしゃれな大人が持ちそうな感じのこういうマカ2ないんかな、マンティス2ないんかなということで、いろいろもうこれしたんですね。もうこれもんですわってこうガーやったんですけど、残念ながらないんですよねなんていうことで、ほんのもう作っちゃおうぜということで、今回作らせてもらったんがこのボディバッグなんですよ。でもちろんマンティス2、マカ2の一番いいところって言ったら、スマホをポイント入れれるところですよね。そしてポイント取れるところですよね。なんていう話は以前からずっとしてるんですけども、もうそれはもう絶対入れますよと。もうそれ絶対入れやんとこの意味ないですわ。いうことで僕はこれを作らせてもらったんですよ。ポイント入れて、そしてポイント抜き取ると。そしたらお出かけの時にもうボディバッグで悩む必要がないんじゃないかということで、これを作らせてもらって、僕はもう最近これしかずっと使ってないんですけども、こちらもね、ご紹介させていただこうかなと思います。だからめちゃくちゃこだわり抜いて作ってるし、なんやったらこれがね、サードサンプルというか3回サンプルを作ってるんですよ。ここにファーストサンプルもあるんですけどね、全然革がまた違う革使ってたりするんですよ。あれこれでちょっとちゃうなーいうことでこっちに変えたりとかしてるんで、まあそんな話をね今からさせていただこうということで、本日の流れとしてですね、まずはこのボディバッグの最大の特徴、その特徴を何点か3つかなお話しさせてもらって、その次にデメリットとは言いながらも、これにはこれのいいところがあるけど悪いところももちろんあるんですよと、そのいいとこばかり言ったら嘘くさいですよねなんていう話して、悪いとこ言うと。でその次におすすめの人、じゃあどういう人に持ってほしいと思ってこれを制作したんかっていうところをね、お聞きいただければなぁなんていうふうに思いますと。で最後にね、サンプルの失敗だなんていうのもお話しさせていこうと思うんですが、まず一つ目、これはね革を注目してもらいたいんですけど、この革ってね、これボールペンついてるからややこしいな、これ革がねパーって見てもらったらわかるかなと思うんですけど、まあちょっと高級感のありそうな革を使ってるじゃないですか。これがね、日本では2つ有名な革があるんですよね。一つは僕が以前財布作ったところの栃木レザーという、これも栃木で舐めしてるっていうだけで、もう海外の一流ブランドがもうその革を欲しがるっていう、まあ、有名な革があるんですよ。まあ、普通の牛革の3倍ぐらいする高価な革があって、それともう一個日本で有名な革があるのは、それ何ですかって言ったらこの姫路レザーなんですね。その姫路レザーを今回使ってるんですけど、その両方ともね日本で舐めされてるということで、姫路レザーのね最大の特徴は何かというとね、まあ、さっきの財布の栃木レザーはこれは経年変化を楽しんでいく感じじゃないですか。どっちかって言ったら姫路レザーはね、これ舐めしがねまたちょっと違うんですけど、経年変化しづらいんですよね。だからカバンとかってね、あんまりボロボロのカバンとか、まあ、ちょっとくたってるカバン持ってるのってどうしても見てる感じムムってなるじゃないですか。あれちょっとボロっちいなってなったりするから、あんまりそういうボロくならんような革を使いたいということで、今回あえて姫路レザーをチョイスしてます。だから普通の牛革とかに比べたら、それ比べ物ならんぐらいまた高いんですけど、どうせやったらね、せっかく持ったんやったらもう長く持てて、なおかつボロくなりづらいっていうのを、まあ、今回はチョイスしたということで、今回姫路レザーですね。まあ、こっちが表で、こっち表側は何もないですけどね、裏側がこんな感じで、まあ、スマホを入れたり、まあ、ボールペン刺したりできるということになってます。そしてその次の特徴として、スマホ収納。これも業者さん、香川の業者さんなんですけど、そこの業者さんに、もうとにかくこれはめっちゃこだわってくださいと、大きさ、サイズの大きさとかもね、これもうどんなスマホでも入る大きさにしてくださいということで、分かりましたということで、日本のスマホのサイズ規格を調べた上で、このサイズが作られてます。だから僕みたいな iPhone の人ももちろん入るし、今回作ってくれた業者さんも、Expedia とか、そのスマホ、Android 系っていうかな、持ってるんですけど、それも普通に入りますよって言ってはったんで、まあ、これが入ると。で、ただ、スマホ入れるんやったら普通でしょ？それなんだけでは終わりませんよ。どういうことかっていうとね、これ体に当たる方じゃないですか。裏っ側から体に当たる方になってるから、スマホが当たったら痛いなと思ったんで、ちゃんとね、中にこういうクッションも入れてるんですよね。だからクッション材が入ってるっていうことで、ちゃんと体への衝撃を軽減してくれるし、なおかつスマホも守ってくれるということで、こういったね、吸収材というか、クッション材をちゃ
ーンと入れております。だからその辺はね安心してスマホを入れてもらえるかなと思うんですが、ただねスマホでもね手帳カバーつけて貼る人いるでしょ。手帳カバーっていうかその手帳っぽいスマホケースっていうかな、こういうのやったら入らん人も中にはいて貼るかもしれないんですけど、普通のカバーであれば全然入るんで問題ないんですけど、手帳カバーの場合だけちょっと大きいんかななんかして入らん人もいてるらしいんですが、まあ、こういったスマホ収納でなおかつクッション材も中に入れておりますのでご安心して入れてくださいね、なんていうことでこちらを作りました。でまあその次の特徴としてはこのね紐をねサイズ調節できるようにしてるんで、ちょっと長くしたらこうショルダーバッグっぽい肩から持つ、女性やったらそういう感じで持てるやろし、男性やったらこのまあ普通の長さにしてこういった感じでね持ってもらったらいいんかなと思うんですけど、どうですかこのブラックにゴールドの金具っていうのがちょっと大人の高級感出てるでしょ。あこれ逆やったな、こっちでした。こんな感じでね持ってもらえたらいいかなと思います。ほんで次はね収納してる様子っていうのを見てもらおうかなと思うんで、収納してる様子です。はい、ということでね最後はじゃあデメリットいきたいなと思います。デメリットなんですかということでお話していくんですが、デメリットとしてはねやっぱりこういうレザーのアイテムって全部そうなんですけど、雨の日使うとちょっと厄介かなと思ってて、雨でこうびちょびちょになったりとかしたらねやっぱ革なんでね硬くなっちゃったりとかするってことで、そういう場合はそういうスポーツバッグみたいなねボディバッグの方が絶対いいと思うんですよ。濡れても洗濯したらいいだけやから。だけどまあこういった革とかっていうのはちゃんと傘とか差しとかなあかんし、まあ、雨の日にびちょびちょに濡れちゃうっていうのはどうかなと思ったりします。ただねそれを一応考慮した上でこの紐のね裏側にはね実は革じゃなくてシートベルトの素材を使ってるんですよね。でこのシートベルトの素材が何かっていうと、片方はレザーなんですけどもう片方はシートベルトの革素材をナイロンを使ってることによって、この体に当たる方は革じゃないからね雨降っても色移りしないように作ってます。だからこれ全面革やったらねやっぱ色移りここしちゃう可能性があるからね、どうかなと思って汗とかかいたりしてもやっぱ色移りする可能性あるじゃないですか。だからこっちの側に関してはシートベルトの素材を使ってるので強度もあるし色移りもせえへんと。でこうサラサラねつけ心地というかこう体の一部になってくれるような紐をねチョイスしてます。まあただねやっぱ雨はねちょっとほんまにちょっと濡れるっていうのはあんま良くないことなんで、そこはまあデメリットかなと。まあ革は全部そうやるんですけどね、まあデメリットちゃうかなと思います。でそれ以外のデメリットとしてはね、まあまあ容量としてはね、まあボディバッグの容量やからめちゃくちゃ入れる人はまあリュック入れるやろうし、これをねポーチ代わりにしてこれをこのままリュックにポンって入れたりもできるんで、まあデメリットとしては革ぐらいかな。それ以外はねデメリットがないように作ってるんでそんなもんですかね。じゃあ次ねおすすめの人行きたいなと思うんですけど、おすすめの人どんな人おすすめなんですかっていうと、まあ、こういったね例えば今の時期ぐらいやったらまあ半袖の時もあるし長袖の時もあるじゃないですか。そういう時はねこうやって1個でメインバッグとしてパーンって持っちゃうっていうのも一つやなんですけど、秋冬とかになったらこの上からジャケットとか着るでしょ。ジャケットとか着た時にジャケットのね上にカバンを持っていこうと思ったらごちゃごちゃしややこしいから、このジャケットの中に入るような薄さに設計してるんですね。だからこの上からジャケット着ちゃってもうカバンごと隠しちゃえみたいな感じでピュッて隠しちゃえばねこうスタイリッシュな持ち方できるし、こう店とか行った時にジャケットパーって脱いだりとか会計する時にジャケットパーってもう暑いから脱いとこうって言った時に会計はピュッてこのままできるっていうような状態になってるんで、春夏はメインバッグで秋冬はこうインナーバッグ的なね扱いしてもらったらいいかなというところと、まあもちろん男女でもね使えるんで紐の長さ変えながら今日は俺使うわ今日は私使うわなんて言ってねアベックで持っちゃってくださいよなんていうふうに思ってますので、まあその辺かなと。でねまあさっきも言いましたけども、ちょうどねマスクとかもねきっちり入るようなスペースとかも入れてるからね、やっぱちょっとアルコールっていうかその菌だけはね皆さん気をつけてほしいなと思います。別にこのカバンとか関係なくね、まあコロナとか今また流行ってるからね皆さんかかないように気をつけていただきたいなというふうに思ってまして、で最後にねサンプルのね過程を見てもらいたいなと思うんですけど、サンプルもいろいろ作ったんですよ。でそれこそセカンドでもちらっと言ったけど、まずは一つ目これですよね。で一つ目これで裏側はねもちろんシートベルト同じなんやけども、ほんまのシートベルトの色を使ってるんですね。おい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 、なんかこれほんまのシートベルトみたいになってるやないかと、これこうやってたらマジでシートベルトになりますって感じなんですけど、ちょっとこれいかがですかねで黒に変えましょうか言って変えたんですね。で革もちょっと変えましょう言って作ったのが次がこれなんですけど、あいいじゃないのと、裏表も黒になって革とシートベルトが両方黒だねと。で内側もねまあシンプルな感じになってるしゴールドがまたマットな感じでいいじゃないかっていうことなんですが、その前回はねゴールドじゃなかったからいい感じになってるやんと思って、次ね内側を白くしてみようと思って、ほんなら荷物取りやすいやん見やすいやんと思ったんですけど、なんかちょっとチャッチーでしょ、変な感じするなと思って、すいません暖房のリモコン入ってました、なんでかないけど、ちょっとチャッチーなと思って、結局はこのブラックの方、僕が今持ってるブラックの方でね作ってます。だからまあそんな荷物多いわけじゃないからね、パッて見たら見えるぐらいの量しかないから、まあ、黒の方が高級感あっていいんかなということでね黒にさせていただきました。でね今回ね料金もね1万5000円とか、まあ、2万ぐらいが相場なんかなとかって思ったんですけど、まあ、とにかくいらんとこ省いてね、まあ、例えばいらんとこって何っていうと、こういうね紐んとこってねカチカチって外せたりしてボディバッグとして持てますっていうか、そのクラッチバッグとして持てますとかって言ったりする人もいてるんですけど、
正直こんなんねクラッチバッグにする人ってあんまり言えないじゃないですか。もうボディバッグはボディバッグとして使うんよと。だからそういう余計な機能バンバン外していって、とにかくまあ高品質やねんけどもいらん機能も省いたから価格をね、まあ、1万円切るぐらいでなんとか実現させたいっていうことで今回まあ9980円ということでね、なんとか1万円を切ることができましたと。まあ、これはねほんまにメーカーさんにもね感謝しやなあかんしね、メーカーさんも頑張ってくれたし、こういうクッション材入れるとかやっぱ大変みたいなんですけど、他のね世の中にあるようなもん作ったってしゃあないからね、やっぱりこう今悩んでることとか今ちょっともうちょっと足りひんねんなっていうところをねどうしても入れようと思うといろいろ頑張ってもらわなあかんのですけど、まあ、ほんま頑張ってもらってね、あの香川の工場さんに作っていただきました。まあもちろんねこんなんて現物見てみやんならなんとも言われへんって方もいらっしゃると思うので、まあ、僕基本的に、ね、自分の商品は全額返金やってるので、まあ、購入しましたと。でもなんか思ってるより微妙やったなと思ったら全額返金しますっていつも言ってるんで、まあその辺はね安心していただければいいかなと思います。まあ僕も顔出ししてるからね、嘘ついて詐欺みたいなことできひんじゃないですか。こんなでっけ顔出してねバンバン発信しててね詐欺みたいなことやろうと思ってよっぽどね勇気というかバカなんかわからんけどね 100% 捕まるからね、もう理由とか関係なくね返金したいって言われたら返金したりしますので、まあ、その辺も安心して見てもらえるんちゃうかなと思います。もう早速ね僕ずっとこれ使ってるじゃないですか。で使ってるんですけどね、美容師さんとかもねカラーしてる美容師さんがね、それめっちゃいいですね、どこで買ったんですかって言われて、あこれ僕実は自分で作ってるんですよって言ったら、ちょっと買いたいんですけどどこで買えるんですかって言われて、いやまだ売ってないんでこれからまた動画とか出すんでって言ってたんで、おそらく僕の美容師さんもねこれ買ってくれると思うんですけど、まあ、個人的にもねほんま満足してる妥協せんとねいいやつができたなと思ってとっても喜んでおります。めちゃくちゃ苦労したけどね。はい、ということで、まあ、今回ね僕のお話にお付き合いいただいてありがとうございました。僕がほんまに大事に大事に作り上げたボディバッグということで、まあ、気に入っていただける方がいると嬉しいかなと思います。ということで本日はですねオリジナルの本革とボディバッグを作ったという動画になってます。また別動画でお会いしましょう。ありがとうございました。